オマル・マウテとアブドゥラ・マウテは、モロの過激派で、フィリピン民団の弟の愛する組織、マウテグループの創設者。組織名は、兄弟の名字から取られている。オマル・マウテとアブドゥラ・マウテ兄弟は、南ラナオ州のブティグに拠点を置く、マラナオ人の戦士一族の子孫である。兄弟は、フィリピン外国人労働者として、中東で勤務した。シリアと UAE の世俗的な学校で勤務する。 一方で、兄弟はイスラム理論を学んだ。オマルはエジプトで教育を受けた一方、アブドゥラはヨルダンで学んだと報じられた。フィリピン軍の情報源は、兄弟の父親のカヤモラ、マウテはモロイスラム解放戦線の交換だったと述べた。ミルフがフィリピン政府と和平交渉を開始した後、兄弟はミルフの指導者層を批判し、アイソルに忠誠を誓った。 兄弟の親戚によれば、マウテ兄弟は後にバンサモロイスラム自由戦士の創設者アメリル・アンブラカトとの関係を構築した。カトが高血圧性脳卒中に罹患し、体の左部分が麻痺した後、兄弟はカトの元へ代表者を送ったと報じられている。カトとの関係を強化した後、マウテ兄弟はマウテグループを創設した。オマルマウテはインドネシア語が堪能だとされており、 保守的なインドネシアのイスラム聖職者の娘と結婚した。マウテ兄弟には、ハシリムという名の三男がおり、マラウィ市の刑務所に2016年まで拘留されて、いたが脱獄に成功した。2016年2月、オマル・マウテの親族が、オマルが2016年2月のブティグ衝突の間に、弟のマッキと共に死亡したと認めたと報じられた。しかしながら、 マラウィの戦いの最中の2017年5月に政府軍によって確保された携帯電話から見つかったビデオ映像ではオマルの生存を示していた。2017年6月10日にはマラウィの戦いの最中にフィリピン陸軍はマウテ兄弟が銃撃戦で死亡したことに自信を持っていると主張したが詳細は確認されなかった。2017年10月16日 デルフィン・ロレンザーナ国防大臣は、ミンダナオ島にある南ラナオシウマラウイに止まる、マウテンイスラム過激派、アブサヤフの幹部、イスニーロンハッピロンと共に死亡したことを明らかにした。ありがとうございます。